どうも、マサルです。ここ僕の家なんですけど、寝ようとしてたらすっごいうるさい牛ガエルがいて起こされたんですよ。で、もう食ってやろうと思うんで、ちょっとムカつくじゃん。ムカつくからちょっと探して見つけて食ってやろうと思う。近くで鳴いてたから、この家の周辺にいるはず。うん、絶対食べてやろう。俺を起こした罪はでかい。食べるぞ。というわけで、牛ガエルを探すことに。うるさいから駆除しようと言っておりますが、実際は牛ガエルを食べたいだけです。板の下にもいません。そもそも水がないのにどこにいるんでしょうね。うわー、いそうだよな。しかも雨降ってたからなおさらいそうですね。いそう。食べます？嫌です。え、3匹になった。うわ、気持ち悪い。食べます？ゴチブリだけは絶対に食えないわ。うわー、悔しいなぁ。いた、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 いた。今度、引っ込んだ。え？いるんだけど。何やらゴミが詰まってるので、どけることに。いたんだけど、目あったんだけど。カエルはエラ呼吸ができないので、いずれ水面に息を吸いにやってくるはず。こんなゴミ溜めみたいなところにいるんだね。こん中にいて逃げてないんで絶対に出てくるはず。くっさ、ドブオブドブが出てきてます。うっさぁ、なんでここにゴミがこんなある。誰かゴミ捨ててる？嫌がらせしてる？だいぶゴミは減ったね。減ったけど、こんな感じでガチャガチャしてたら、まさかの奥の方からカエルが逃げていきました。ちょっと待って、そっち行く？おい、逃げんな。どこどこどこ？うわ、めっちゃ逃げてく。捕まえた。捕まえたぜ。やった。結構でかい。でか。元気なくなってるんだけど。よし。取れた。取れたぞ。食べるか。はい、それではですね、戻ってきました。いや、まさかの取れたね。めちゃめちゃ嬉しいんだけど。なんかさ、牛ガエルってさ、うるさいじゃん正直。牛ガエル鳴いてる、どこおるんやろうと思ってさ、探してもさ、もう毎回さ、どこにもおらんのよ。でも今回は見つけた。まさかの目があって、めちゃめちゃテンション上がった。ということで早速観察していきましょうか。こんな感じでもう閉めちゃってるんですけども、牛ガエルはですね、外来生物なんですよ。なんで生きたままの輸送が禁止されてます。ここまな板の上で生きてたら法律違反です。これ皆さん何だと思います？この黒いの、これね、鼓膜なんですよ。カエルは人間とは違って、ここ鼓膜が露出してるんですね。うるさくないのかな、こういうものとか当たった時で。ちなみにこれ牛ガエル締めてから1日経ってます。魚と違ってね、締めた直後とかにさばくと、もう筋肉がねビクビクなって結構グロくてね、ちょっと YouTube ではねどうしても見せられない。はい、ということで今日はですね、こちら久しぶりに取れました牛ガエルを使いまして、唐揚げ、そしてアヒージョ、この2品を作っていきます。それではさばいていきましょう。こういうカエルみたいな、どんな菌持ってるか分かんない生物は手袋してやった方がいいです。もう俺カエル触った後ね、手洗わずに飯食べたせいでめちゃめちゃ腹壊してますからね。で、皮を剥いでいきましょう。多分みんなね、カメラ寄ってほしいと思うんですけど、寄るとね YouTube さんに怒られちゃうんで、これ以上寄れないです。どうしてもね、近くで見たい方は拡大してみてください。まず皮をね剥いていきます。頭とね内臓が引っこ抜けましたと。みんなね、これね、グロいと思うんですけど、僕らがね、普段目を背けてること、誰かがね、やってることを今見てるだけですからね。本来、肉っていうのは、こうやって、誰か殺して、そして、誰かがさばいてくれなきゃ食べれないんですよ。やっぱね、それをね、忘れないためにも、皆さん、これはね、目を背けちゃダメです。よいしょ。OK。これね、頭モザイクかけといた方がいいかもな。
オタマジャクシとは違ってカエルって内臓がぐるぐる巻きではないんですね。さてこっからはいいでしょう。とりあえず前足に分離していきましょう。オッケー。そしてお腹の部分、今ので歯かけた。で足はこれ半々でいきましょう。唐揚げなんでね。あのカエルね、思いのほか骨が硬い。包丁で切らない方がいいと思う。前足部分を割っていきます。 OK。 ちょっとね、腕は切っておきましょう。腹の部分も切っていきます。切っていきます。ここら辺になるともう普通に肉ですね。はい、それでは下食部だけになりました。もうここまで来たらね、もうただの食材ですよ。これはこんなんさ、もう手羽先聞いといたら分かんないでしょ、正直。で、今日はこの足本を唐揚げ、そしてこのね、ちっちゃい部位たちをアヒージョにしていきます。正直カエルは下手者じゃありません。上手者です。こんなんさ、もう正直今飯テロになってると思うんだよね。で、そしたらこっちアヒージョ用に下味をつけていきます。で、下味はこちら塩ですね。塩を振っていきます。で、こっち足側は塩コショウで食べていきましょう。塩コショウです。嘘でしょ、まだ動いてる。あの激モザイクだこれ。今モザイクかけたんでピクピクわかんないと思うんですけど、これ鮮度は絶対良くないんで、これね多分ね、生きがいいとか鮮度とかの問題じゃなくて、何かしらのね、化学反応が起きてるんだと思う。カエルの足はピクつくんですね。さて、それではですね、アヒージョを作っていきましょう。用意する食材はニンニク、ブロッコリー、この2品です。で、まずはニンニク切っていきましょう。カエルのアヒージョなんてさ、絶対うまいじゃん。多分カエルのアヒージョ屋さんとかやったら、昔のタピオカ屋さんぐらい行列できるはず。そんぐらいね、うまい。まあアヒージョ用にどうしようかな。みじん切りにしていきますか。いきます。じゃあブロッコリー、茹でてから使った方がいいと思うんですけど、めんどくさいのでもうこのまま火入れていきましょう。カエルの量少ないのでこんなもんでいいかな。セット。まずはオリーブオイル。カエルとオリーブオイルの相性はどうなんでしょうね。で、ここに先ほど切ったニンニク、で、ラストに唐辛子3本。じゃあここにカエルを入れていきましょう。で、さらにブロッコリー。もううまいです。はい、うまい。これはうまい。カエルしか勝たんわ。テンション上がるわ。まあ、こんなもんでいいかな。絶対塩味薄いんで塩かけておきましょう。もうこんなもんでいいじゃん。絶対うまいじゃん。もうこれでパスタ作りたいもん。完成だね。じゃあ次、この油でもう唐揚げ作っていきましょう。もう油はね、使い回しです。動画のために捨てるのもったいないんで。で、これ温めてる間に片栗粉まぶしていこう。で、それではカエルに片栗粉をかけていきます。オッケー。よいしょ。すまん、みんな飯テロやな、これは。ほんまにごめん。これは絶対うまいです。やば。はい、それでは完成しました。いただきます。もうね、アヒージョからいっちゃいましょうか。いただきます。今お腹の部分食べたんですけど、ミノみたい。めちゃめちゃうまいじゃんこれ。これ足の部分。あ、正直言います、めちゃめちゃうまいです。はい、ちょっとブロッコリーも食べてみよう。ブロッコリーも下味つけたらよかったな。味薄。なんかね、カエルって鶏肉っぽいよねってよく言われてるんですけども、あの部位によって全然違う。ホルモンっぽいところもあるし、軟骨っぽいところもあるし、鶏肉っぽいところもある。これめちゃめちゃ面白い食材ですよ。じゃあね、足いきましょう。足いただきます。弾力すごいなこれ。うん、うまいわ。あ、食べきるのが惜しい。どんな味やろうなこれ。鶏肉と白身魚の間みたいな味ですね。みんなに分かりやすく伝えるんだったら、海蛇よりはうまいけど赤マテよりは美味しくないかな。うん、そんな感じです。はい、それではごちそうさまでした。やっぱね、カエルいいですね。はい、もうね、家の周りも静かになったし、うまいし、全部が最高や。カエルはね、やっぱ食感も味もいいんで、アヒージョ最高でした。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。